北海道ですね、実は3カ所、旭川、札幌、それから帯広と回って、実は帯広からですね、今日、この向こう側のスタジオに入ったんですけれども、3カ所でですね、ずっといろんな方に話を、講演でですね、話をしていく中でですね、どうやってコスタリカが平和を作っていったのか、軍隊がなくてどうやっているのか、ということをですね、やっぱり皆さんすごく不思議に思われるんですね、最初はですね。で、大体最初その軍隊をどうやってなくしたのかとか、軍隊なくして大丈夫なのかとか、そういうふうに皆さん思われるんですけれども、実はですね、その軍隊をなくした経緯とか、軍隊をなくして大丈夫なのかなんとかいうよりも、軍隊をなくした後に、さらにそこをスタートラインとしてさらにどういうことを積み上げていったのかということの方がコスタリカの実は最も面白いところであり、私たちが参考にできるところだというふうにお話をずっとしていったんですね。で、例えばですね、こちらのですね、この女性、いるんですけれども、この女性はですね、クリスティアナ・フィゲーレスさんと言います。で、彼女はですね、おととし2015年にですね、パリ協定という気候変動、枠組み条約締結国会議の第21回の会議ですね、これでですね、世界中の国が全部まとまって、気候変動に対してですね、対処しましょうという合意ができたんですけれども、その時に議長をやっていた方なんです。で、この方はですね、実は軍隊の廃止を宣言したホセ・フィゲーレスさんという人がいるんですけども、その方の娘さんなんですね。で、コスタリカはですね、環境先進国ということでも世界に知られています。で、軍隊を捨てた国と丸腰国家ということがあり、また環境先進国ということがありと。で、この2つはですね、バラバラに存在しているわけではなくて、2つとも実はちゃんとつながりがあって、同じ根っこからこう出てきているというのがあるんですね。なので、このフィゲイラスさんという一家ですね、親子2代でどういう社会がいい社会なのかという理想を考えて、その理想のために動いていってることのアウトプットの一つが軍隊をなくして、軍隊のない社会を少しずつ作っていくということだったし、もう一つが環境に配慮する社会を作っていくということだったんですね。で、今ですね、コスタリカは再生可能エネルギーでほとんどの電気を作っています。で、これもですね、また世界中でですね、ニュースになっていて、日本でもですね、かなり報道されていると思うんですけれども、これもですね、私たちずっと調べてみてですね、今年、分かった、去年から今年にかけて、分かったことなんですけれども、この再生可能エネルギーだけで、電気を作りますよということを正式に国の、方針にしたのは2007年だったんですね。じゃあ、そのあたりからその再生可能エネルギーとかですね、自前でエネルギーを作りましょうと、輸入する化石燃料をできるだけ使わないようにしましょうというふうに思っていたのかと、考えたのかというと、実はそうじゃなくって、その軍隊の廃止を宣言した時期ですね、1948年から49年にかけて一連の改革革命があったんですけれども、その時にまさにその軍隊の廃止を宣言した人たちが、新しく作った法律の一つに、できるだけ自前でエネルギー作りましょうというものがあったんです。だからですね、実はその軍隊がない、軍隊をなくす、で、軍隊のない社会を作るっていうのと同時に、エネルギーとかも自分たちで、やっていきましょうということを考えていた。だから一連のパッケージの中に、一つは軍隊をなくして、軍隊がないことを前提とした社会を作っていくことがあり、もう一つそのパッケージの別の一部分として、
まあ、環境に関してもそうだし、エネルギーに関しても自分たちで確保していく、エネルギー安全保障を考えていくということが実はあったということが、この1年ぐらいに分かってきました。で、それもですね、やっぱりすぐできることではないということをコスタリカの人たちはよく知ってるんだなというふうに考えさせられています。というのはですね、このクリスティアナ・フィゲーレスさん、この時ですね、2015年の時にその気候変動枠組み条約の、会議の議長だったんですけれども、いきなりコスタリカ人がポンと、例えばその、まあ、いい家の出の人だから、政治家の娘だからといってその議長になったわけでは実はないんですね。このクリスティアナさんは、ずっと20年も30年もですね、持続可能な開発というテーマで働き続けてきました。で、持続可能な開発っていうテーマは先進国と途上国が必ず喧嘩をするテーマなんですね。で、その橋渡し役を何十年にもわたって専門的にやってきたんです。で、気候変動っていう問題もこれまた先進国と途上国が喧嘩をする、ずっと喧嘩をしてきたテーマなんですね。先進国側はですね、途上国側に対して、お前らバンバン石油とか石炭とか燃やして、CO2 いっぱい出してるじゃないかと、それを止めないと、止めてくれというわけですね。でも途上国側から言わせると、そもそもそういうその石炭石油という化石燃料の文明を作ってきて、どんどん金儲けしてたのはお前たちじゃないかと。で、自分たちだけいい思いをして、俺たちがそれに追いつこうとした時に、なんでそれを止めようとするんだと言って喧嘩になるんですよ。だからずっとこれまで世界的な合意っていうのができなかった。で、そこでですね、何十年もかけてこの気候変動問題というのを最初にみんなで何とかできないかというふうに考えて、一定の成果が出だしたのが、ちょうどあの京都議定書なんですね。日本も全然関わりがなかったわけじゃなかった。だけどそこからなかなかですね、動くことができなかった。その間にコスタリカの人たちはですね、自分たちで、そういったその国際的な合意を作るために必要な人、人材をですね、育てていってたわけです。そしてそのためには先進国と途上国の橋渡しをする役割の人が必要だということで、このクリスティアナさんが出てきた、そういう背景があります。20年とかかけてるわけですね。そして同じことがですね、実は、今年締結をされた核兵器禁止条約、これにも同じことが言えます。エレイン・ホワイトさんというこの方がですね、またこの核兵器禁止条約の会議の議長として活躍をされました。で、これはたまたまコスタリカ人がなったとか、いうわけではないんですね。平和国家として、有名だからコスタリカ人がなったとか、そういうわけではないんですね。この核兵器禁止条約というのは実は発祥はですね、モデル核兵器禁止条約っていうのがあったんです。模擬的にとりあえず文書を作って、それを本ちゃんの条約ではないけれども模擬的にこういうふうにしましょうみたいな、国連の中での決議っていうのを、ずっとやってたんですね。で、最初にやり始めたのが20年ぐらい前、1996年からかな。これ発祥はですね、国際的な司法裁判所がですね、核兵器は国際法上違法だという判決を出した、これが1996年だったんです。で、それをもとにですね、民間の法律家たちが集まって、核兵器の禁止条約の文書を作ってみたんですね。でもそれは民間のものだったので、それをオフィシャルな公的なものにするためにコスタリカ政府がその文書を持っていって、国連でそれを正式な文書にしてくださいというふうにしたんですね。なのでそれは条約ではないけれども国連で認められた文書になったんです。で、その決議モデルではあるけれども、この核兵器を禁止しましょうという条約を、作りませんかという、そういう決議をですね、毎年毎年コスタリカは実は国連でやってたんです。で、それがですね、少しずつ広がってですね、最初にですねマレーシア政府が入ってきて、
次に例えばニュージーランドとかオーストリアとかメキシコとか、まあ、比較的非核色が強い国がだんだん協力するようになって20年かけて育てて今年生まれたんですね。こういう10年とか20年とか30年とかそういうスパンで物事を考えてずっとやり続けて最後にきちんと結果を出す、逆に言うと結果を出すまでやり続けるということがコスタリカの人たちは大変、うまいというか、そうすればできるという確信のようなものを持っているんですね。でそういう人たちが、どうやったら、まあ、生まれてくるのかということはですね、やっぱり行ってみないとなかなかわからないんですね。なのでぜひコスタリカに行ってみて、コスタリカの人たち一体どういう考え方をしているのか、どういう価値観を持っているのか、頭の中は一体どうなっているのかということをコスタリカに行ってコスタリカの人たちと実際に会話をし、こちらからいっぱい質問を投げて答えをいっぱいもらって、その空気とかですね、空気感や雰囲気を感じながら考えていくとですね、私たちにとっても大きなヒントになるんじゃないかと思います。今ですね、まあ、日本でももちろんいろんな問題があってですね、まあ、政治の問題で言うとですね、内政の問題でも、今年いろんな問題ありましたね。例えば盛りかけ問題とかですね、何でしょうね、それから稲田元防衛省防衛大臣の問題、日報問題ですね、 PKO のそういった問題とかがありながらも、この9月8月から9月にかけてはですね、北朝鮮の動きがいろいろと問題になって、日本でもですね、例えば初めて J アラートというものが鳴らされたりとか、そうやって、まあ安全保障の問題がいろいろと語られている、まあ、そういう状況にあるわけなんですけれども、まあ、そんな中でですね、まだ私たちがですね、何を考えていったらいいのか、何を土台に物事を考えていったらいいのかということのヒントをですね、コスタリカの人たちはたくさん与えてくれるなというふうに私は思っています。それをですね、やっぱり例えば今映画コスタリカの奇跡というドキュメンタリー映画やってますけれども、そういう映画を見たり、またですね、丸腰国家という本、私の自分の本ですけれども、この本2009年に出していまだにありがたいことに売れているということなんですけれども、というのはやっぱりそれだけ、まあ、今の社会、日本社会に通じることがあるということだと思うんですね。まあ、そういう映画や本なんかでもいろいろと勉強できることはあると思うんですけども、一番いいのはやっぱり現地に行って現地の人たちから現地の雰囲気の中で話を聞くというのが一番ストンと落ちることだと思います。で、この来年の2018年1月からですね、1月にですね、現地に行って、どうやってコスタリカの人たちが平和を作ろうとしているのか、何を考えているのか、この人たちはそもそも平和ということを何と捉えているのか、どういうことだと捉えているのかということをぜひ探りに行くツアー、皆さんで行ってみませんかというお誘いをしたいと思います。特にそれが一番わかるのが4年に1回の選挙の時期で、まさに今回はですね、次のツアーは選挙の時期に当たりますので、その選挙を見ながら一緒に考えていきたいと思います。ぜひご参加ください。よろしくお願いします。Casa de Gómez.